キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、優勝するためのキーマン、今日は東京ヤクルトスワローズ編です。はい、ねえ、うん、最下位に予想してしまいましたけど、はい、あんまり順位予想の後ですかね。はい、はい、はい、まあね、今後どうなるのか、まあね、ピッチャーがどうなんやとかね、はい、っていういろんなね、うん、心配事はありますけども、うん、まあ、ということでヤクルトね、うん、はい、まあ、キーマンで言うと、うん、まあ、投手陣はどう、まずどうなんやるやん、うん、った時にサイスニード、はい、小川、うん、で吉村、はい、吉村が開幕投手らしいからね、うん、サイスニードが開幕投手、はい、ね、この前も点取られてたけど、うん、まあ、この3人で35勝でしょ。35、やっぱそれぐらいしないと、うん、まあ、そうですね、優勝するためには、ね、優勝するためにはこの3人が、うん、まあ、10勝以上、うん、でプラスその3人で35勝、うん、だから12、12、11でもいいし、はい、ここいければ優勝向けではいけるんちゃう？サイスニード投手去年7勝8敗か、吉村は去年が、4勝、うん、で小川10勝かな、うん、そうですね、うん、だから21勝、うん、あと14勝、3人で、まあ、吉村選手ももちろんね、うん、伸びしろっていうところもある。いや、だから逆に言うとそこで21勝しか勝ててないから5位なんじゃないんですかっていう、うん、そうですね、うん、であとは清水が最多ホールド で田口が最多セーブ、はい、これでピッチャー陣いけると、うん、これができれば優勝。そうですね、うん、ピッチャー陣は、うん、先発も3人で35勝できて、うん、でそこにねプラスアルファ、はい、他のピッチャーたちが、まあ、うん、石川だったりとか、うん、ね、あとは外国人ヤフーレ、ヤフーレ、うん、ロドリゲスとか、はい、ね、の頑張りとかも含めて、うん、まあ、なんとか、ね、いろいろ挽回できて高橋奎二、はい、出てきますかね、とか、うん、ね、ついてこれれば、はい、そこら辺が2桁勝てなくても、うん、全部でね、うん、30勝以上の上積みはできるんちゃうかっていうところでは、うん、はい、であとはリリーフの勝ち星ね、うん、計算していけば優勝ラインには届くんちゃうかっていうところでは、はい、で清水と田口が後ろでタイトルを取れれば、うん、後ろもうまく回ってるってことでしょう、うん、そしたら打つ方がね、はい、うまくできれば勝てるし、うん、じゃあ打つ方で言うと、はい、やっぱり山田哲人の復活はそうですね、いるよね、村上選手やっぱ一人じゃね、だから山田も2018年がトリプルスリーが、まあ、最後だもんね。あ、そこじゃあもうで3割打ったのも2018年が最後だから、うん、1,2,3,4,5 年間3割、しかもそれ一番近かったのが2021年の2割7分2厘、うん、でホームランも2018年に34本打ってからは次35、うん、12、34、23、14と、うんうん、ちょっとここ2年 ね、 そうですね、ちょっと数が減ってるっていうところもあるし、はい、でもまあね、2021にまた34打ってるわけですからね、うん、だからそこはやっぱり2割7分2厘とこの5年間の中だと打率が一番高いんだよね、うん、結局打率が2割7分以上あるときにホームランって30発全部打ってるんだよ、はい、でも2割7分以下だと30発打ってないんだよ、うん、やっぱ打率を最低でも2割7分以上にしなきゃいけないなっていう、うん、はい、でそしたらホームランがね、うん、30発ってついてくるっていうところもあるし、うん、ちょっと下半身のコンディション不良が結構あるかなっていうところで、うん、最近でいうと盗塁去年4、はい、その前10、その前4、8、33、33だから、うん、ちょっと足がね、そうですね、下半身がちょっと心配だよね。ねえ、30以上してた時に比べるとガクッと減りましたね、めっちゃ落ちてるからね、うん、そういったところもやっぱコンディション的には心配っていうところもあるからね、はい、しかもここ2年得点圏打率が去年2割その前2割3分8厘だから、うん、ちょっとチャンスでもね、うん、打ててないっていうところがあるから、やっぱここの復活はね、はい、まあ、必須だよね、うん、だからまだそこまで年齢いってるわけじゃないですからね、だから打率2割7分5厘、うん、ホームラン30発、はい、打てれば多分打点も80以上は硬くなってくると思うんだよね、はい、まあ、30発以上打てれば、うん、だからこれはやっぱり、うん、ね、そしたら村上一人にね、うん、負担かからなくなるから、はい、ここは必須ちゃうかっていうね、うん、でもう一つが、はい、塩見ね、はい、やっぱ去年もそうだけど、うん、塩見が一番にいるかいないかって全然違うし、違いますね、やっぱりこのね、去年も途中からだけど3割打ってるからね、はい、でその前も勝ってた時はね2割7分、うん、後半っていうところの結果も残してるし、うん、ホームランも2桁打ってるし、うん、
で盗塁にしても20個してるからね、はい、これ1番としたらね、うん、完璧に近い成績を残してるっていうね、はい、しかも、ね、うん、本当に違いますから出塁率も4割5分前後あるしね、うん、だからここは元気に2割7分5厘だね、おお、元気に塩見がね出続けるってことですね、うん、だから2割7分5厘で規定打席到達していくと、うん、これもった山田村上へのこのね、うん、流れが非常に良くなってくるから、はい、うん、打撃ではこの山田塩見のこの活躍と元気さは必須だね、はい、もう村上選手にはもうあれですか、もう何本とかそういうのは言わなくても、まあ、もうそんなのもう黙っといても多分タイトルにはベスト3率 100% 取る取らないはベストで入ってくるからね、うん、そう、元気に1で元気に1で、はい、まあ、自分で、ね、いや、いなくなって終わりだから、そうですね、そもそも元気に1で、はい、あともう一人元気に1であんのよ、はい、中村雄平が、はい、いなくなった瞬間にもう子が内山ってなってくるわけでしょ、うん、なかなかね、うん、それで1年間ってなってくると結構戦力ダウンになるから、はい、まあ1週間に1回とか休むあったとしても中村雄平がやっぱ元気に1年、うん、なのにちょっとスタートダッシュで今ちょっとなんかね、下半身のコンディション不良で、はい、うん、どう開幕どうなんやろっていうところもあるけども、オープン戦西田選手とかも出てましたからね、だから中村雄平がやっぱ元気に1年っていうところは、うん、そう、投手陣が苦しいだけにね、はい、確かに、うん、やっぱ大事になってくるかなっていうところと、うん、サンタナ・オスナが元気で1年、はい、で元気で1年いたらサンタナ・オスナ・村上ぐらいは、はい、もう普通に打つと思うのよ、うん、だからオスナさんとでもホームラン20発ぐらいは、はい、これはもう楽勝でクリアできると思うから、うん、そしたらね、投手陣も、うん、ね、サイスリード、吉村で小川で35勝して、うん、で清水と田口がタイトル取って、うん、で塩見が元気に規定打席で2割7分5厘、はい、そしたらもう黙っててもホームラン10本打つだろうし、はい、山田が2割7分5厘で、ね、2割7分以上だったら、うん、ホームラン2、30本はね、はい、多分打ってくると思うから、うん、で盗塁が10ぐらいできたらね最低でもいいかなっていう、うん、そしたら優勝あるよね、だって確かに考えてみたらヤクルトが優勝した年って、うん、今言ったそのバッターたちが、うん、みんなその活躍してる時じゃないですか、そうだって人あんま変わってないですよ、うん、そこって、うんうんうん、だそういう人たちが活躍して優勝した年も確かピッチャーってこうなんかあんまり先発がって言われてたのに打ち勝ったじゃないですか、で後ろがねしっかりしてたからね、うん、あ、そうですね、リリーフがねマグガフとかいてね、うん、だからこのエスパーダ、はい、ヤフーレ、うん、サイスリードロドリゲス、はい、ここの4外国人投手がどうなるかで、うん、そうですね、うん、その前も後ろもね、うん、結構決まってくるんちゃうかっていうね、前も後ろも不安定だと結構苦しくなってきますもんね、うん、うん、でもそれができれば優勝あるでしょ、あります、あります、うん、それがね、お、楽勝しようって思うかね、はい、いやちょっとハードル高いんちゃうかって思うからね、うん、それはもう皆さん次第だけども、はい、まあ、清水はね、うん、タイトル取ったことあるからね、うん、で田口も去年いい感じでセーブで積み重ねてたっていうところもあるし、うん、はい、あとはだからサイスリード吉村小川だね、はい、ここで35が、うん、ここが一番ハードル高いか、はい、でもまあ野手が助けてくれればそう、あるあるある、あるんですよ、やっぱここら辺がね、はい、キーポイントになってくるのと、うん、あとはそのルーキーの西舘だったりとか、はい、その若手の台頭、うん、っていうところは必要不可欠になってくるんで、うん、どこまで頑張れるかがね、そうですね、うん、勝負になってくるかなって、ピッチャー陣を野手がどれだけね得点取って助けてあげられるかっていうところもね、うんうん、あと長岡ね、はい、とか竹岡の岡岡コンビがね、うん、しっかりできるかっていうところもあるしね、はい、うん、あと丸山ね、はい、まあ、若いのもいるけどね、うん、まあ、そこの突き上げも大事だけど、もうちょっとそこら辺に頼らなきゃいけないんでね、あ、でも野手陣がちゃんとみんな優勝した時ぐらい、うん、打てば、うんうん、優勝できるチームですよね、まだそんな年じゃないからね、本当、うん、そうなんですよ、うん、まあ、そういったね、今はなんか工事車両ですね、あ、工事車両の部分、はい、工事車両でした、多分どっかで事故したのかな、はい、うん、あ、そうかもしれない、うん、はい、ということがあります。で、スワローズファンの皆さんどうですか、はい、さあ、ということでキーマンやってきましたけど、はい、ヤクルトということで、ちょっとヤクルト苦しいね、そうなんですよね、今最下位、はい、ね、借金さん、うん、チーム打率も2割4分1厘で、セリーグ4位、うん、チーム防御率 2.96、こちらもセリーグ4位、あ、5位、うん、なかなか苦しい、はい、その中でノルマはね、キーマンサイスリード吉村小川で35勝、うん、うん、いけるかなちょっと難しい、いや、まあ、まだ始まったばっかりだからね、まだ
最初にの投手も勝ちついてないし、そう、小川はまあまだ1試合ぐらいだから、ちょっと怪我でね、コンディショニングで。そう、出遅れそうだ、そうだ、そうだ。で、サイスニードが今、0勝、うん。で、吉村が1勝かな。1勝したと思います。しましたね、吉村1勝、うん。だから、あと34勝。はい。まあ、まだね。まあ、早く小川投手は戻ってきてほしいです、ね。そうそうそう、うん。清水最多ホールド。ちょっとリリーフ陣バタついてんだよね。で、田口が最多セーブ。おらへんからね。そうですね。今もう抑えも誰にするかもんであるし、この前もシーズン最初持ってきちゃって、うん、それで打たれちゃって、ちょっと苦しいね。はい。で、打者はね、野手、山田7割、2割7分5以上、30本。いや、もうおらへんからな。怪我しちゃってね、うん、苦しいね、そこも。はい。で、塩見元気に規定打席。まあまあ、元気にね。うん、出てはいるのでね。で、2割7分5に4打ちましょうって、はい。今ちょっとまだ第一低いけどね。で、村上、中村、サンタのオスナ、元気に1年。まあもうここも元気にね。ね、そう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 。オスナ選手すごかったのに。すごかった。うん、で、やっぱりちょっと投手陣が全員ちょっとキーマンね。うん、でもこれ優勝するためだからね。はい、だからできてないから、うん、ね、それに準ずるいい形できてないから今最下位なんですよって話だ。はい。山田もいないし、ね。活躍してほしい人がやっぱ今いないっていう。そうそうそう。3人出てるのがいないですからね。塩見元気で1年だけど、切れ出す人達で2割7分5厘だから、今2割3分だから、うん、ここも4分足りないからね。はい、そういったところでは、ね。これができれば優勝できるから、うん、まあ、ここからね、まだ17試合だから、はい、いや、ヤフーレがやってくれますよ。ヤフーレがヤフーレいい、ヤフーレがやるんですよ。15勝ヤフーレ15勝ヤフーレ項目入ってますか。ごめん、あんなにいいと思わなかった。サイスニードとしてじゃあ置き換えてね、置き換えて、うん、サイスニードもでも投げてるからね、投げてる、僕が投げてないから、あ、そこでしょ、そこで。それは3人でぐらいヤフーレいいよ、ヤフーレ本当いいです。村上もね、猛打賞で3割ロスでホームランレフトで打ったから、ここから上がってくるかもわかんないし、うん、オスナ覚醒してて、うん、ね、あと西川がね、またちょっと楽天の時みたいに最初よくて落ちてこないようにね、でも保ってほしいですね、ね、こうバーンってなくていいから、ここでいい感じで保っててね、うん、で守備とかでも好プレーあったしね、はい、そこら辺うまくアジャストできればいい感じになるから、うん、まあまあまあ、まだ始まったばっかりだからね、はい、ここからヤクルトファンの皆さんもね、ここからまだ諦めて頑張っていきましょう。